どうも、ローストビーフです。ということで、とりあえずまたコメントの方から、まず、マッキーさん、ありがとうございます。タキシード仮面いたら、ムードいけたかも、っていうことで。なるほど、確かにね、15ターン以内。やっぱあれね、やっぱなんだかんだでクリアしてない人はね、結構いたんで、やっぱ難しいですよね、あれはね。まあ、なんで、まあ、確かにね、タキシード仮面ね、超高火力ですからね。いたら確かに、いけたかもしんないですけども、どうだろう、またね、復刻すると思うんで、またその時にね、集めたらいいんじゃないでしょうかとかも、それしかないですからね、もういきなりね、全部クリアしろ言われてもね、無理ですからね、特にサブクエストの場合はかなり難しいですから、何ターン以内だとね、クリスタル何個使ってもクリアできないっていう場合もありますから、ちょっと難しいのかなという感じがします。まあ、とりあえず、ね、タキシード仮面もゲットしといた、方がいいんじゃないでしょうかね。ありがとうございます。で、次、ドラゴンバスターさん。ありがとうございます。タキシード仮面一発で出たってことで、早っ。すごいですね。で、5段超えられない、9枚いればってことで、なるほど、5段、9枚のアタッカーかな。結構、なんか、他の段よりは、なんか、なぜか5段だけが異様に長いみたいな、あれ見ますけども、確かにそうらしいですよね。他のやつが1000ポイント、のところ、5段はなんかちょっと長めなのかな。なるほど。まあ、9枚いれば。ただ5段用のね、いろいろ精霊出てますからね、この間もね、月影とかね、覚醒も、優秀ですし。あとなんだっけ、アレクか。アレクも、あれも覚醒すれば使えるんじゃないか。特にクリスマスアレクなんかね、非常に、ね、優秀ですけどね。またクリスタル、じゃなくてエーテルか、まあ、どうかなっていう感じはしますけども、とりあえずね、揃えて、まずはやっていきましょう。ありがとうございます。で、次、カレン G さん。ありがとうございます。アキラ2枚だったっていうことで。なるほど。まあ、厳しいな。確かに落ちないんだよな。まあ正直もう落ちないからね、あれはもう2枚でも確かにしょうがないんだよね、あれは。異常に落ちない。全然落ちなかったからね、あれ。で、総合難しい。いや、総合難しいっていうか、総合狙ってるんだっていうね。そっちの方がもうすごいですけども。失礼。総合難しいって、そりゃそうでしょ。当たり前でしょ。一番ね。一応、このウィズの中で一番難しいって言われてますからね、総合は。人が争う、あれですから。で、アキラ落ちるか SS で出てほしい。そうなんだよね。他のね、今までの隠しキャラだったら、ロドムから始まったのかな。大体ね、大体っていうか全部ね、SS で出てきたんですけども、今回なぜかね、隠しキャラで初めて、アキラがね、A から出てくるっていう。まあ、SS では敵では出てくるんですけども、落ちるのはね、A っていうことで。まあ、確かに遅延だからっていうことなのかな。おそらく。遅延じゃなければ、普通に SS でこれからも出てくるのかな、隠しキャラは。で、12段快適ですと。もうちょっとそのあたりのね、上の級すぎてね、そうなんだ、ともうよくわからないんだよな。まあ、とりあえずね、快適ならいいんじゃないですか。もう今ね、いろんなね、強キャラがね、揃ってきてますからね。非常にいいんじゃないですかね。なるほど、12段。まあ、今日12段ぐらいじゃなくて、総合無理なんだろうな、おそらく。てか、まあ、無理でしょうね、おそらく。頑張ってください。ありがとうございます。次、サトシさん。ありがとうございます。ザラジュラム、バレンタインアキラ、タキシード仮面、ハガンリベーター、リース2体で行きたいということで。なるほど。なんだかんだでね、戦闘の3体、まあ、バレアキラ、タキシード仮面、ハガンリベーターとか、まあ、配布ね、ですから、結構、真似できる人もいいんじゃないですか。まあ、リースみたいな、確かに戦士、いいですね、非常に。俺もちょっと真似したいな、っていう、感じがします。タキシード仮面はちょっと怖いかな。白猫にしようかな。タキシード仮面、難しすぎでしょ。あれの、アンサーが。で、十使徒、エヴァのね、天使パで行きたいと。あ、なるほどね。レメも。ただね、そうなんだよ。なんだっけ、コストがね、高いんだよね。レメモちゃんとかね。あれ、50とかじゃなかったっけ ?40? 後半、50とかそのあたりだから、覚醒しないときついけど、エーテルはないしっていう感じなのかな。まあ、天使パ。天使少ないけどもいる。ロテートとかね、いますから。あと、ザラジュラムもそうですよね。いますから、まあ確かに、いいのかなという感じがします。ちょっとやっぱ集めとこうかな。ちょっと、時間があれば。なるほど。とか、早くね、アビーじゃなくて何でしたっけ?アビーじゃなくて。あっちのね、あれ?
ちょっと失礼。早くやってほしいですよね。なんだっけ、リコスとかね、あっちの方。ありがとうございます。で、次、最後、田中翔太さん。ありがとうございます。なんで保管庫ないのってこと、なんだっけ、クアンか、あの動画。あれね、進化動画はね、結構前の動画をね、貯めとるっていうか、いつもお知らせばっかりガン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 流して、進化動画はね、結構ね、どんどん下の方に、ってか、流さないで、たまに隙間が空いたら、じゃあこれ流そうかっていう感じでやってるんでね、クアンもね、もう去年の、何月だろう、もう10月とか、もうだいぶ古いやつなんでね、そう、保管庫とかね、ないです。で、レベルも見たらすごい低かったりするんで、その辺はね、気にせず、見てください。ねえ、申し訳ないです。そう、言っときゃが、書いてないか、そういうこと。あ、けど、お知らせに動画概要に書いてなかったけど、なんかそんなこと書いてあったような気がするんだけどな。あ、書いてありますね。進化動画は基本的に少し時間が経ってからアップしていますって。あ、書いてあるんで、ちょっと動画ね、説明欄。一応ね、一応ちょこちょこっと書いてあるんで、見ていただければなと、思います。ありがとうございます。ということで、皆さん、コメントありがとうございました。ということで、お知らせ、とりあえず見ていきます。まあ、お知らせ見ていきますというか、もう、ドーハやってますよね、皆さんね。ポイントに関してはね、あと最後に見ていただければなっていう感じがします。まあ、この辺はまあ、変わらないでしょう。みんな頑張ってね。やっぱ、クレアみんないいって言ってますから、俺もね、あれしてますけども。んで、一番上。2月22日、にゃんにゃんにゃんの日にゃって言ってますけども、なんじゃこりゃ。かわいいな。おー、いいね、いいね。今日はにゃんにゃんにゃんの日だにゃ。これからも黒水をよろしくお願いいたしますということで、ちょっと三等身的な、感じになってる。かわいいですね。師匠もかわいいな。師匠が二人いますね。なるほど。これ右側のやつなんだっけ？あれか、三段遅延の、ここか。にゃんにゃんにゃんの日だにゃ、君にプレゼントだにゃーって言ってますけど、誰が言ってるのかな。本日2月22日です。にゃんにゃんにゃんの日を記念してプレゼントクエスト開催。ウィズの特別クエストお楽しみ。2月22日16時から、2月23日15時59分。今まで普通だったらね、1週間とかあるんですけども、これ完璧に1日しかないんで、忘れずに、やりましょう。さっさとね。で、初回クリアで、まあ、書いてみますけども、とりあえずやりますか。にゃんにゃんにゃんっつってますけどね。どれかな？どれだろう？あ、黒猫の日か、これか。あ、ちょっとわかんなかったな。黒猫の日って言ってますけども。にゃんにゃんにゃんっつってますね。どうしようかな。じゃあ、助っ人母さん。これ、締めばこれ。で、行きましょう。うわ、ちょっと待って、これ反応しなくなってきたな。ちょっとね、もう、これ、本体がね、あれなんですけども。にゃんにゃんにゃん。猫の日ですからね。みんなこれぐらい通信が遅いのかな。俺の機種だけこんな遅いのかな。なんか入るときにすごい遅いんだよな。で、黒猫の日だにゃ、自分の日だにゃっていう感じで言ってますけども、あれはないんですね。で、ボス。なんだよ、師匠かな、おそらく。お、師匠じゃない。お、なにこれ。かわいいかわいい。なにこれ。にゃんとウィズと素敵な仲間たち。術師、火。なにこれ、超かわいいじゃん。あ、これもらえるんだ。いいね、いいね。これかな。まあいいか。どんな攻撃してくるかなと思ったけど、大した攻撃してこないでしょ。いいね、いいね。あれ、図鑑に載んのかな。かわいいな。ああいうカードね、もっと増やしてほしいよね。てかね、記念の時とかね。
まあ、ゴールドもね、にゃんにゃんにゃんって感じで、あれですけど、で、1回目から報酬。一応見ますか。で、プレゼントと。で、にゃんにゃんにゃん。お、ウィズエースやん、しかも。ウィズと素敵な仲間たち。んで、200マナ。で、ハイエーテル。で、クリスタル2個。ハイエーテル。まあ、サルでもらってる。ハイエーテル2個が。なるほど。これ、にゃんにゃんにゃん。これ、あれで、図鑑で出んのかな？ここか。こういうタイプ、図鑑でね、登録されないパターンもありますからね。サシャとかね。登録されてませんから。お、されてる。うん、まあ、あれかな、合成アイテム、強化合成アイテムかな。いやけど、これ強化合成アイテムに使うやつはそうそういないでしょ。これはね、可愛いからな、使えないでしょ。これちょっと使えるメンバーにしても良かったような気がするな。うわ、めっちゃ可愛いな、これ。いいね、いいね。これちょっと取っとこう。てか、もう取っとくでしょ。可愛い、可愛い。いいね、いいね。まあ、つったところですよね。で、まあ、トーナメント。これね、ツイッターでね、動画で上げるとね、すごい長くなっちゃうんで、ツイッターでね、ちょこちょこ上げてるんですけども、これどうかな。まあ、もう累計でね、もう1万3000いってるんで、あの子、名前なんだっけ？クリア。クリアさんね、もう手に入れました。あれ、使えるね。で、まあ、1日目がね、3万9000円。で、二日目が4万2000円。三日目がちょっときつくなるかな。ちょっとね、六段がね、揃ってねえんだよな、全然。六段がやばい。七段はなんかいけそうな気がするんだけど、六段が全然、雷のやつがね、全然いない。まあ、どうなになるかわかんないですけども、まあ、最終的に、まあ、動画、まあ、上げられればな、という感じはしますね。いや、2000、2400ポイントじゃ無理でしょ。まあ、総合もあるから、総合のキャラが手に入るわけじゃなくて、総合でも、もらえるクリスタルとかが違いますからね。一応、サボらないで、やってやります。一応ね、10万円に、5万円は今回見るだから、まあ、10万円。本当は5万円にね、総合でも入ると、クリスタル5個もらえるから、欲しいんだけども、10万円だと3個になっちゃうからね。これ結構ね、差がでかいんだよな。まあ、とりあえずね、頑張ってやっていきましょう。これどうなのかね。なんか使えない使えないみたいな感じで言われてたけどな、結局なんか次の、新エリアでなんか蘇生が使うんじゃないかとか、使わざる得ないんじゃねえのかとかなんか、言われてますからね。どうなんのかな。普通に見ればね、普通に見ればというか、今のね、敵を考えれば別に大した、あれじゃないんですけども、蘇生、そうすると、うちのシンジ君が使えることになるのかな。あのね、エースコラボの。あれめっちゃ強いですからね。つことで、なんだっけ、にゃんにゃんの日の、お知らせでした。